がんになるし、太るし、痩せない条件があるなら知りたいですよね。これさえやればがんも予防できて痩せるという条件を3つお伝えします。ダイエットに苦しむのはもうやましょう。宮川です。今日はがんを促進するだけでなく、肥満になって痩せにくくなる3つの条件を紹介します。がんなんか予防できない、ダイエットもなかなか難しい、こんな悩みを抱えていませんか？そんなあなたに今日はたった3つのことをやるだけでがんも予防できてダイエットにも成功する超有益な情報を紹介します。無理なく痩せついでにがんも予防したいっていう人は、ただ知らないだけで誰でも今日からできるがんとダイエットにめちゃめちゃいい方法を、理論だけでなく具体的なやり方までお伝えしますので、最後まで動画を見逃さないようにしてください。では早速内容に入ります。まずがんとダイエットに関わる3つの条件についてです。がんに影響する要因っていうのは様々な研究で明らかになっていますが、その中の一つに肥満があります。肥満はタバコと感染、飲酒、塩分摂取に続くがんの原因と言われており、男性であれば BMI21-27、 女性なら BMI21-25 がガンや死亡リスクが低いことが明らかになっています。どうですか、あなたの BMI はこの範囲内に入っていますでしょうか？ここでですね、一つ気をつけてほしいことは、痩せすぎもがんのリスクを高めてしまうということです。つまり適正体重であることが癌の予防には大切ということになります。そして今挙げたタバコと感染、飲酒、塩分摂取以外にも癌に影響していて、なおかつ肥満にも関与している条件っていうのがあるんです。その条件さえ意識して変えれば、肥満と癌の両方を予防することにつながります。そして癌と肥満につながる条件っていうのは主に3つあります。癌と肥満につながる条件、1つ目、運動不足。どうでしょう、あなたは日々どれくらい運動していますか？実はですね、仕事や運動などで活動量が多い人ほど癌全体の発生リスクが低くなるということが明らかになっています。運動とがんのですね、メカニズム自体ははっきりはしていないんですが、運動不足が肥満や血糖値、ストレス、ホルモンバランスなどを悪化させてがん発生につながっていると考えられます。例えばですね、運動が少ないと血糖値に関わるインスリン抵抗性が悪くなって血糖値は乱高下しやすくなります。その結果ですね、がんの発生に関わっていると言われているインスリンがたくさん作られてしまったり、酸化ストレスが強くなったりしてしまうんです。また運動不足っていうのはストレス悪化や女性ホルモンのバランスの崩れなどにもつながり、それらががんの発生に影響していることも考えられます。具体的には食道がんと胃がん、結腸がん、肝がん、膵がん、子宮内膜がんなどに運動不足が影響していることが明らかになっているんです。運動が健康にいいっていうことは分かっていても、がんの予防につながるっていうことを知らなかった人は多いのではないでしょうか。さらによく知られるようにですね、運動ってのは肥満予防やダイエットにも効果があります。ダイエットに関して言えばですね、運動ってのはカロリー消費を促して痩せるっていうよりも、メンタルや食欲を安定させることでダイエットをサポートしてくれます。ダイエットの基本はですね、摂取カロリーが消費カロリーを下回るアンダーカロリーなんですが、運動がですね、結果的に摂取カロリーを下げてくれることにつながるんです。どうですか、運動というと筋肉が増えるなどで消費カロリーを上げることが大切だと考えている人も多いと思いますが、実は違ってですね、運動が結果的に摂取カロリーを下げてくれることが大切なんですね。このようにですね、運動不足っていうのは直接的にもがんの原因になりますし、肥満を介して間接的にがんの発生にも関与しているっていうことを知っておいてください。がんと肥満につながる条件、2つ目、野菜不足。どうですか、毎食野菜食べれてますか？野菜が健康にとって大切だっていうことはですね、一度は聞いたことがあると思いますが、実はですね、十分な量の野菜が取れていないと、中でもですね、胃がんと食道がんの発生リスクが高くなるということが分かっています。野菜とがんもですね、はっきりした因果関係ってのは分からないんですが、野菜が不足することでですね、体内の酸化や肥満などが悪化することががんの発生に関与していると考えられます。多くの野菜にはですね、ビタミン C やビタミン A、 ピトケミカルなどがんの原因である酸化を抑える抗酸化物質がたくさん入っています。なので野菜で抗酸化物質を日常的に摂ることががんの予防につながるんです。またですね、野菜をたくさん食べるということは肥満の予防にもつながります。なぜなら野菜に入っている食物繊維が低カロリー、食事の満足感を高めてくれるからです。これはイメージできますよね。野菜ってのは基本的にカロリーがかなり低いんですが、食物繊維がお腹に溜まるので満足感が得やすくなります。なので野菜を積極的に食べることで摂取カロリーを下げることができるんです。もちろんですね、だからといって野菜ばかり食べてればいいかっていうと、そういうわけではありませんよ。体に必要な栄養素である炭水化物やタンパク質も十分に摂りながら、野菜で食物繊維を摂ることが大切です。このですね、食物繊維ってのは厚労省が出している食事摂取基準の推奨量の半分くらいしか取れてないっていうことが明らかになっています。なので癌や肥満の予防のためにもですね、できるだけ野菜を意識して摂っていくことは大切だということを覚えておいてください。癌と肥満につながる条件、3つ目、果物不足。どうですか、果物日頃から食べてますか？私は果物がめちゃくちゃ好きでよく食べてるんですが、果物を積極的に食べてる人は少ないように感じています。ただですね、この果物不足も癌、特に食道癌と胃癌の発生に関与しているってことが明らかになっているんです。このですね、因果関係もはっきりしてないんですけど、野菜と同じようにですね、肥満と酸化が関与していると考えられます。果物にもですね、野菜と同じように
にビタミン C といったような抗酸化物質が豊富に入っています。レモンなどの柑橘類にビタミン C が多く入っているっていうのはなんとなくイメージできますよね。おそらくですね、果物をしっかりと食べるとこの抗酸化物質ががんを予防してくれているんだと考えられます。またですね、果物は太るというイメージを持っている人が結構多いかもしれませんが、果物はですね、実は積極的に食べるほど太りにくく、それががんの予防につながっている可能性が高いです。果物っていうのはですね、カロリーが低い割には満足感が高いので、積極的に食べることで摂取カロリーを抑えることができます。実際ですね、私のダイエット指導経験上でも果物を積極的に食べている人の方が痩せやすいし太りにくいと感じています。またですね、国民健康栄養調査では日本人の1日あたりの果物の摂取量は推奨量の半分にも達していないということが明らかになっているんです。なので果物もですね、野菜と同じようにですね、不足するとがんや肥満につながる要因であり、できるだけ積極的に摂っていくことが大切だということを覚えておいてください。さて、ここまでお話したようにですね、がんと肥満の予防のためには運動不足と野菜不足と果物不足の3つを解消しなければいけません。ただここでですね、具体的にどれぐらい運動してどれぐらいの果物と野菜を食べればいいのか気になりますよね。そこでここからはがんと肥満予防のための具体的な数値や方法を解説します。がんと肥満を予防する条件、1つ目、1日3メッツの運動20分以上。メッツって聞いたことありますか？メッツとはですね、運動強度の単位のことで、ゆっくり座ってる時を1として、その何倍のエネルギーを消費する活動かっていうことを示す数値になります。例えば2メッツであれば座ってる時の2倍カロリーを消費する運動で、3メッツなら座ってる時の3倍カロリーを消費する活動ということになります。そしてですね、がんの予防には1日3メッツの運動を20分以上やることが効果的だというふうに言われています。3メッツはどれくらいかっていうと、歩く、軽い筋トレ、子供と遊ぶ、掃除機をかける、エアロバイク 50W といったようにかなり軽い運動で大丈夫です。これをですね、普段の生活にプラス20分してやるだけでがんの予防につながるということが分かっています。これぐらい軽い運動を20分やるだけでがんの予防につながるっていうのであれば、やらない手はないですよね。ただですね、個人的には健康とダイエットを考えるのであれば、もう少し運動は頑張ってほしいと考えています。具体的にはですね、1日8000歩以上プラス3メッツの運動20分、そして休日は1万歩以上を目指してほしいです。やはりですね、なんだかんだ運動することは健康にもダイエットにもいいので、十分な睡眠が取れているのであれば、できる限り運動は増やしていくようにしましょう。仮にですね、3メッツの運動を20分が難しいというのであれば、とにかくですね、座る時間を減らすことから始めてみてください。それだけでも体にとっては十分な運動になりますので、まずはできることから始めてみましょう。がんと肥満を予防する条件2つ目、 350g の野菜。 350g の野菜って言われてどう感じますか？正直私はめちゃめちゃ多くと感じますし、おそらく私自身毎日そんなに取れてないんじゃないかと思います。まあですね、正確に 350g を取らなくていいんですけど、可能な限りですね、 350g を目指して食べるようにしましょう。そしてですね、野菜 350g を測って食べるのは相当面倒だと思いますので、イメージはですね、生野菜なら両手で3倍、茹でたものなら片手で3倍と考えてください。正直ですね、生野菜で量を稼ぐのは厳しいので、野菜は茹でる、汁物に入れるなどして食べるのがおすすめです。とりあえずですね、時間があるうちに味噌汁を2杯分ぐらい作って、入れるだけ野菜を入れれば、それだけでも結構な量の野菜が取れます。もしですね、カットする時間さえないっていうのであれば、冷凍のカット野菜を使うのもありです。そして野菜もですね、根菜類から葉物、トマトなど様々な食材を使えたらベストだと考えてください。ダイエット目的であればですね、特にブロッコリーとズッキーニ、カリフラワー、ピーマンなどがおすすめです。これらはですね、野菜の中でも積極的に食べることで痩せやすくなる野菜ということが研究で明らかになってるんですね。またですね、他にもスキャベツなどは手間もかからず保存もできて、ダイエット効果もあるので、めちゃくちゃおすすめです。とにかくですね、どんなものでもどんな工夫でもいいので、普段から野菜を意識できているのであれば、意識して摂っていくようにしましょう。がんと肥満を予防する条件3つ目、 200g の果物。果物を食べてますか？私は毎朝バナナを食べていますし、ブルーベリーやみかん、キウイなどをよく食べています。果物っていうのはですね、だいたい1日 200g 摂ることが推奨されていますが、果物 200g ってどれぐらいかっていうと、みかんなら2つ、りんごなら1つ、キウイなら2つ、ぶどうなら1房、バナナなら2本といった感じです。これだけ聞くと頑張れば取れそうに聞こえませんか？ただですね、やっぱり果物って値段も高いですし、食事と違って絶対取らないといけないっていうイメージがないので、なかなか継続して取るのが難しいのではないかと思います。そこでおすすめはですね、冷凍のブルーベリーなど冷凍果物を利用することです。冷凍であればですね、どこでも買えるし、悪くならないし、手軽に食べれるし、比較的継続しやすいので本当におすすめになります。例えばですね、小腹が空いた時、夕食の一品として朝食のヨーグルトに入れるなど、様々な使い方ができます。そして果物の中でもブルーベリーやプルーン、リンゴはですね、研究で痩せる果物ということが明らかになっているので、積極的に摂ることをおすすめします。どうしてもですね、果物というと果糖が太るというイメージを持っている人が多いんですが、がんや肥満の予防にめちゃくちゃ効果的な食べ物ですので、ぜひ積極的に食べていくようにしましょう。どうでしたか？運動と果物や野菜、この3つですね、がんも肥満も予防できるってなると、生活に取り入れない手はないですよね。もしですね、今日紹介した3つの中でこれまで意識できていなかったものがあれば、ぜひ明日から意識して取り入れるようにしてみてください。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。いろいろ試してるけど、どう
うしても食べ過ぎてしまうという方へ、2万人以上の方が登録してくれている無料の公式 LINE に友達追加すると、実践したら食欲が落ち着いてダイエットに成功したという方が続出している特別な食欲コントロール動画をプレゼント中です。概要欄固定コメントに貼ってあるリンクをクリックし、緑色の許可ボタンをクリック、この追加ボタンを押すとプレゼント動画が届きます。ではまた。